はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。どんこう様、ご支援ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。台風10号、980ヘクトパスカルぐらいだったが、強くなって現在965ヘクトパスカル。上陸する頃には、つまり27日の夜中、28日の早朝には950ぐらいに強くなってるんじゃないかと。これ数字低いほどですね、気圧が低くて強い台風ってなるみたいであります。予想進路を若干ずれてですね、27日夜半、28日早朝に大阪ではなく名古屋市付近に上陸する見込み。ちょっとこっちに近づいてきちゃったなっていう気がしますけれども、皆様くれぐれもご注意ください。地方自治体法100条に基づき、地方議会は行政の問題を明らかにするため調査特別委員会、括弧100条委員会を設置できるんですけれども、設置のためには議決が必要である。勝手に議員が誰か言い出して100条委員会やろうじゃんつって、できない。議会の過半数の賛成が必要。つまり兵庫県議会過半数が100条委員会の設置に賛成したってことだな。同委員会には100条調査権という強制力がありまして、逆らうと刑事罰、出頭または記録の提出の請求を受けた選挙人その他関係人が正当の理由がないのに議会に出頭せず、もしくは記録を提出しないとき、または証言を拒んだときは6ヶ月以下の禁錮または10万円以下の罰金。いきなり6ヶ月以下、6ヶ月って軽く思いますけど、6ヶ月社会から切り離させてたら大変ですかね。宣誓した関係人が虚偽の陳述をしたとき3ヶ月以上5年以下の禁錮。5年もぶち込まれ、大変ですねこれ。5年つったら何なんだろう。脅迫は2年でしょ、恐喝が10年でしょ。5年って重い方ですよこれ。上記の行為を発見した百条委員会は必ず告発しなければならない。告発しない、見逃してはならないって書いてありますね。早い話が議会による、議員たちによる行政の悪行を裁く法廷といったところなんですけれども、国会承認喚問でもですね、偽証すると刑事罰ありますし、これをモデルとしてんのかなーって。兵庫県議会9月30日から百条委員会開催を議決しました。調査対象となっているのは7つの問題で、その調査中間報告が兵庫県ホームページに公開されておりました。兵庫県議会文書問題調査特別委員会中間報告1、伊予木部誠理事長のご逝去に至る経緯について、2から7ページ。これ伊予木部誠っていう理事長が、知事にいじめられてなんかソファーに座ったまま死んでたって事件、令和3年の知事選挙における県職員の事前選挙活動などについて8から14ページ、次回知事選挙に向けた投票依頼について15から18ページ。これ証言が載っている、いろんな人のね、知事が贈答品を受け取っていることについて19から38ページ。19ページか。知事の政治資金パーティー実施にかかるパーティー券の購入依頼について39から41ページ。3ページばかしですか。阪神オリックス優勝パレードにかかる信用金庫などからのキックバックについて42から50ページ。8ページですね。知事のパワハラについて51から124ページ。70ページ以上もある。知事の乞食行為がもらいですか、おもらい行為が19ページ、パワハラが73ページ。他を圧するボリュームですねこれね。兵庫県庁職員に聞きました。斉藤元彦知事46歳ってどんな人、以下公文書となってしまって発表されてしまった県庁職員の証言であります。〇〇との連携協定でロードバイクは記者にレンタルかどうかを問われ、レンタルと回答していたが、その他ヘルメットやサングラスウェアなどは受け取っている。ロードバイク、チャリンコもらったらしいんですけど、どっかとのあれでね、でね、そのチャリンコが50万円以上すんだって。そういうものをもらっている。知事から世界遺産登録30周年記念で発売された
姫路城レゴブロックを飾りたいので用意できないかと発言があった。実際に〇〇からもらったのかはわからないが、後日秘書課に届いていた。視察先で受け取ったお土産を〇〇や秘書課職員に分けることもなく、これ副知事とかかな、独り占め芸術文化センターで上演されるミュージカルを見たいと言い、ほぼ売り切れ状態だったにもかかわらず招待券を用意させた。なお、この公演は県主催公演ではなく民間が制作し、当該施設を貸し館として利用しているだけであり、視察対象にはなり得ない。〇〇のスキーにのおねだりについては聞いたことがある。ゴルフクラブや〇〇の製品や高級自転車などをもらっているのは職員全員が知っている。ロードバイクに乗りたいと知事が発言し、担当部署の配慮により〇〇から高級バイクが寄贈された。50万円以上。〇〇から毎年バースデーケーキのプレゼントがあり、職場では分けず持ち帰る〇〇からコーヒーメーカーと トースターを受け取った。知事の贈答品を運ぶ人は決まっていて、その人以外触らせない。カニ関連の現場視察に行った際、知事職員一同にカニのお土産が提供されようとした。職員はもらえないと誇示した。それに対して、いらないのなら私がいただくと職員の分まで持って帰った受ける。播州織の作品を身につけたまま帰ってしまった知事が〇〇の雪不足の現地視察に訪れた際、〇〇が用意したスキーウェアについて持って帰れないかとねだった。行事リハーサル時に準備されていたあの茶菓子を、知事が躊躇なく全て持ち帰っていた地元特産品の PR 用試食とは別のマスコミ写真記事の用意の品々を全て持ち帰った牡蠣加工所の贈答品を公用車に積み込むのを見た。生産者から展示説明があった淡路島玉ねぎを欲しいとねだった、スキー場視察にあたり、通常はパトロール隊員しか着用できないスキーウェアを欲しいとねだり断られた恥ずかしい、CO2 排出量が当時世界最小となる靴を〇〇が開発したのにあたり、その靴欲しいです、白い靴が欲しいですとあからさまに求める発言をし、恥ずかしかった、まあもらえたのかな。田島出張の際、旅費規定を超えるため通常は泊まることができない〇〇に知事が泊まりたいとのことで、当時の〇〇が口利きをし実際に泊まった、規定まで値切り疑惑。これ県の規定で1万6000円までしか宿泊費って認められないんだけど、この〇〇って高級旅館は4万円からで、これ値切ったか、それとも〇〇が気利かして差額出したかっていう疑いありますね。出張先で、手土産カニを3人分、知事〇〇準備されていたのに知事が全部持って帰った。副知事とかあれかね、担当部長とかそんな感じがね、3人分知事が全部持って帰った播州織の生産現場を視察した際、ネクタイを試着しそのまま帰った泥棒だな。これ比較製品の生産現場を視察した際、40万円相当の革ジャンを試着して、これはいい、もらえないかと知事がおねだりしたが断られた、ある部署に知事が受け取った自転車が回ってきて、扱いに困っている。視察先は何が食べれるかもらえるかで決めている高級ロードレーサーを受け取り、ヘルメット着用推進ポスターに写真撮影に使用後、過失に置いたまま飾ってある。〇〇に知事が行かれた際に、施設の備品である机と椅子を公用車に積んで持って帰った。〇〇での養殖の視察の際、大量の海苔を持ち帰った。県職員は県民事業者との対応時に贈答品は全て受け取らない対応をしているにもかかわらず、知事は積極的に求めていると聞いた。〇〇の関係者が知事が何回も来て、その都度カニを持って帰るので、それを目当てに来るのでもう来ないでほしいと言っている、また随行に用意したカニを渡そうとしたところ、随行が断ったのを聞いて私がもらうと言って、随行分も持って帰った。北播磨の日本酒イベントに来た時は最初不機嫌だったが、出店者などから日本酒を10本以上もらい、ご機嫌で帰っていったなんなんだこの人知事が黒枝豆を欲しがっているということで、普及センター〇〇が探し回っていた。知事はお土産必須で、各普及センターの所長のポケットマネーからお土産代を
捻出していると聞いた。農家から大量の野菜をもらったり、牡蠣の養殖業者から大寒の牡蠣をもらった際も独り占めして全部自宅に運ばせる。知事家族では食べきれないほどの大量の生鮮食品をどうしているのか疑問に思う。カニが秘書課に送られた。それなりの量だったが、すべて知事が持ち帰った。まるまる主催の地酒飲みイベントで乾杯挨拶時に着用するため、まるまるが準備していた発表をそのまま持ち帰った。着て帰っちゃったな。視察をする際、どんな土産を用意できるかという確認が秘書課からあった。井戸一知事は自分が持ち帰らず職員に渡していたが、斉藤知事はすべて家に持ち帰っていた。どんな視察でもお土産ないと怒ると聞いた。視察時にお土産品はもらえると知事の機嫌が良くなるので、視察の担当者が視察先にお土産を渡してくれるよう事前に依頼していた。浅ましいった情けないったらないね、このね。視察の担当者も嫌でしょうね、これ。ゴルフセット丸々製品自転車は聞いている。西播磨で取材終了後に牡蠣を大量に食べ、代金を払わなかった。知事が播磨の牡蠣が食べたいと要望していると連絡があり、丸々との食事会をセッティングした。知事はその食事後、トロ箱に入った牡蠣を土産として持ち帰った。なお食事代、土産代は支払ってません。出張の際に丸々の分まで知事がカニを持って帰った。ちょっとかぶってるとこありますね。県庁内でいただき知事と呼ばれている。知事がねだったスポーツ関連ユニフォームを提供していただくのが心苦しくて、随行職員が購入しようとしたが、結局メーカーに提供してもらった。高級リンゴを食べきれないぐらい大量にもらった際も、すべて自分一人で持って帰った。ハリバオリのジャケットについてプレゼントすると言われてないのに着用して帰った。〇〇に視察に行った際、町の PR のために置いてあった特産品を贈答のため用意していたものでもないのにもかかわらず、すべて持ち帰った。知事が何でもかんでも欲しがるので秘書官が思っている。訪問先でもらえるものがあるかないかで行き先を判断してる。贈与品の有無で行くか行かないか決めてる。ウケる。〇〇から高価なシャツをもらっていると聞いた。〇〇に何かもらってこいと指示していた。ジェラート店を天休日なのに開けさせた。喫茶店に営業終了後に行って、店員から営業時間外ですと告げられると、知事ですと返答し、地位を利用し回転させた。お土産がない遠足には行かない。ここから知事のパワハラについての73ページの対策です。意に沿わない回答すると机をバンバン叩いて送り出す。子供か、気違いですね。〇〇の〇〇が知事からパソコンを投げつけられたことがあると言っていた。この人ね、百条委員会で証言するって言ってんだって。20メートル歩かされ激怒した件について、当時考古博物館に勤務していた職員から聞いたので間違いないと思います。博物館で車からね、入り口まで20メートル歩かされたっつって職員怒鳴ったみたいですよ。東播磨地域づくり懇話会で20メートル問題については、その場で怒鳴られた〇〇から直接聞きました。斉藤知事は車が降りるなり大声で怒鳴り、部長は何で怒られているのかも分からず呆然としていたと言っていました。その日の読売新聞で報じられた本件の空飛ぶ車関連の新規事業について、内容は知事了承済み、了解済みのはずなのに、知事室に入るのに何これ聞いてない、空来るは知事直轄勝手にやるなと厳しい口調で叱責された。着座も許されずやり直しと言われて退出を余儀なくされた。県立美術館のメンテナンス期間が学校の長期休業期間と被った際、担当課長を呼びつけ叱責した挙句、その期間に何か祭りをしろと言われ対応に追われた。定例会見の項目レクの際、ハバタンペイプラスの資料を添付したが、それを見た知事から舌打ちと大きなため息があった。その後、何が悪いか分かるかと言われたが、思い当たる節がなかったため黙っていると、〇〇が顔写真とメッセージですかと発言あり、
その発言を聞いた知事から、この事業は知事の肝煎りの事業なのに写真やメッセージがない、〇〇を呼べと指示があった。自分の顔がねえからむぐれてたのか。フィールドパビリオン候補地〇〇を視察した際、知事がエレベーターに乗ろうとすると、目の前でエレベーターの扉が閉まり、乗り損ねたことに激怒して、エレベーターに前にいる県職員に、施設の職員も見ている前で、お前はエレベーターのボタンを押せないのかと大声で怒鳴りつけた。スポーツの時も聞いてないことがあ、e スポーツの時も聞いてないことがあったようで、腹立つわーと6回程度繰り返し、職員を威圧し、レクが長引いた。知事の機嫌が悪くて協議できなかったと言って、知事協議項目が飛ぶことが多かった。知らないと言って怒鳴る、説明に対しては舌打ちするということは本庁で、知事レクに入った人たちから何度か話を聞いた。イベントの時に新聞テレビなどマスコミがいないと激怒する。姿見付きの個室の控室がないと激怒する。兵庫介護ロボット導入の知事協議で、部局が生産性向上支援センターの説明した際、知事は聞いてないと激怒。しかし予算記者発表にも記載されていると、説明したところ、そんなの知らないとまだ激怒。予算記者発表、まあ、あの予算の記者会見にも書いてあるから知らないはずないって口答えしたんだよね。したら、あのそんなの知らないって、あの子供みたいにむぐれたらしいんですけど、これたまったもんじゃないですね。あの相手する大人たちはね、知事が〇〇を訪問した際、エレベーターのボタンも押せないのかと職員を罵倒した。周囲にいた社員の方もあまりの激しい罵倒にびっくりしていた。まあ、外部の民間の社員ですね。統計数値が気に入らないと叱責された。これデータが気に入らないってどうしようもないじゃん、こんなのさ。データの改ざんしろっていうのが、机の配置が気に入らない、ペンのインキが出にくい、そんな些細なことで部長ら幹部を睨み恫喝、叱責していた。自分が知らないことがテレビで取り上げられ評判になったら、聞いていないと担当者を呼びつけ執拗に責め立てる。ちょっとキリがないんでこのぐらいにしときますけど、笑っちゃって、もっと知りたい方は、こちらの URL の兵庫県ホームページ、公式ホームページ、これも公文書ですね。議会の特別調査委員会が作った中間調査報告、公文書、ご覧になってください。払いてー、古事記行為についてネットの反応、むちゃくちゃすぎだろこいつ、炊き出しにでも並んでる古事記、家族思いのいい知事さんじゃないですか、頭悪そう、家族を承認喚問する必要性が出てきたな。古事記を知事にすると大変だな、こんなの職場にいたらえらいことになる、なんかの精神障害だよな、正気じゃない、頭に何が詰まってたらこんなにやらかすんだ、ほとぼりが冷めるどころか燃料が次々とか。百条委員会の調査で回答した4500人の県職員の4割が実際見たか聞いたかしてるんだから、もうどうにもならんだろ、握りつぶせる数じゃねえぞ。頂き知事なんてもんじゃないですねこれ、控えめに言って古事記知事、あるいは古事記でいいんじゃないのこれ。家族を承認喚問する必要ありますね。知事は本当に自宅に大量の土産持ち帰ったのか、牡蠣だのカニだのって、あの長持ちしないもんじゃないの、食い切れない量と聞いたが、転売して小遣い稼ぎしてなかったか、メルカリかどっかで、メルカリに出してなかった、もちろんあの偽証したら懲役だからな、5年以下の、重いんだからな。パワハラ73ページに対する世論、このおじさんめっちゃ癇癪起こしてますやん、早よ逮捕されないから、恥ずかしい話がどんどん出てくるな、職務を全うしますしか言わなくなりそう、まだ辞めてなかったら、規格外のモンスターって本当にいるんだな、子供みたいな大人が権力持ちすぎ、子供みたいな大人っていうか46歳児と言ってもいいんじゃないかなこれ、告発者探ししてるだけでもやばいのに恫喝もやってたか、古事記とヤクザを組み合わせると兵庫県知事の出来上がり、これうまいな、古事記とヤクザを組み合わせ、兵庫県知事、百条委員会開催が決定イコール議会の過半数が、知事を裁くべしって考えたってことですよ、断罪したい側なんですよ、たとえ辞めさせられなくてもよね、この古事記のうち議題が一個も議会通らないっていう事態にもなりかねませんよ、あの古事記があの出した議案なんか、あの審議してられっかっつって、あのね、まあ半分よりは多い議員がボイコットしたらっていうか、ノーって言ったら一個も通らなくなるよこれ、予算も通らなくなって、兵庫県政、
混乱すんじゃないの、絶対なんかの異常者だよねこの人ね、いやーこんなに笑ったのは久しぶりですウケる。まあ当事者関係者はあのウケるどこじゃ済まないでしょうけど、まあ、旗から見てっておかしくておかしくて、30日からのあの百条委員会は兵庫県警議会事務局がですねネット配信するって、こんなんであの経過が見ものですね。面白いとか言うんじゃなくて不快ですけどね、今回も県が中間報告大量に発表したんで取り上げましたけど、こういう浅ましい小じぎね考えんのも嫌なんで今まで無視してたんです。今日初めて取り上げました、こんなにおもろいと思わなかった。今日の単身です。あ、NHK ミュージックエクスポ2024年、出演者の9割は K-POP なんだそれ、日本勢 6%、 中国勢 3%、 台湾勢 1% だそうであります。いやニュースは中国に乗っ取られ、歌番組は韓国に乗っ取られ、そもそも NHK って娯楽番組提供する必要あんの、公共放送一応自称してっけどさ、歌番組とかあのお笑い番組とか公共のうちに入んのかな、娯楽は民放に任したらどうなんだ。一日中ニュースと天気予報やってればいいんだねえのが、1月7から7月の間に訪日外国人が落としたお金がすでに昨年1年分を突破、国家としては潤ってるんでしょうけど我々のような末端は実質税負担率 47% であえぐばかり。景気いいことないですな、いっぱい外国人来ていっぱい金使ってるのは喜ばしいですけれどもね。警察庁が注意喚起、お前らネットカジノは合法だと勘違いしてないか、逮捕もあるからな、まあ、あの30人ばかし年間逮捕されてるそうであります。背景にはですね、2018年は70万回だった海外カジノサイトへのアクセスが2021年には8300万回と100倍増したことがありまして、今はもっとまあ1億回2億回超えてるでしょうね。皆様もオンラインカジノはダメですからね、ご注意ください。警察はあのパチンコ以外のギャンブル許しませんからね。せっかくあの天下り先数少ない警察の、なんですかねという、大人の事情もありまして、日本人が世界一、車をしょっちゅう買い替えてました、平均買い替えスパンなんですけど、1位日本 4.9 年、韓国 5.1 年、ドイツ 5.5 年、イギリス 5.8 年、アメリカ 6.2 年、フランス 6.4 年、カナダ 6.5 年、オランダ 6.6 年、イタリア 6.8 年、オーストラリア 7.1 年。なんかあのアメリカってあの、まあ、田舎の方行くと古いピックアップトラップピックアップトラップトラック、30年も乗ってるようなイメージありますけれども、結構あの買い替えるの早いんだな。日独はまあ新しい車国産のバン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 どん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 出ますんで目移りして買い替えたいって思うかもしれないですけど、韓国が、新車ばっかり欲しがるっていうのは何なんだろうね。見栄っ張りが多いっていう推測できますね。なんだかんだで日本は車買い替えられるんだから豊かなのかな、それともあの国産の車、優秀な車が安く買えるから国産だから、という理由なのかな。私忘れられないのが乗った車の中でね、1988年頃のホンダトゥデイ K なんですけど、まああのやたらあの背が低くてですね、車検の時の台車で1週間ぐらい乗ってたんですけど、車重が500キロぐらいしかなくて超軽量、道路の段差でジャンプして面白かったんですよ。あとね、三速マニュアル、今じゃ効かない三速マニュアルも面白かったです。二速でなんだろうな、まああのあれなんですよ、60キロぐらいまでしか二速であれで、そこからは三速の出番になっちゃって100キロも出すとやがましくてやがましくてエンジンがガーッつって、でも面白かったです。まああの性能がいいから車面白いってことでもないんですよね。ケツが適当に滑るとか、なんか接地感があんまりないとかで、運転してるとヒヤヒヤしてる、ヒヤヒヤするとかなんかも結構面白かったりするんですよね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。